アドリアンロペス・アルバレスは、スペイン・アストリアス州、テベルガ出身のサッカー選手、プリメーラ・ディビシオン・ CA オサスナ所属。ポジションはフォワードだが、中盤の攻撃的なポジションで出場することもある。デポルティーボ・ボラ・コルーニャトップリーグデビューした2006から07シーズンの FC、バルセロナ戦で得点して、注目を集めた。2008から09シーズンは、マラガ CF に、 レンタル移籍し、28試合に出場して3得点だったが、レアルバリアドリード戦とセビージャ FC 戦では、決勝点を挙げた。デポルティーボに復帰した2009から10シーズンは1、トップあるいは2トップの一角として34試合に、出場して4得点を挙げたが、どの得点も白帽子につながらなかった。二千九年十二月八日の FC、バルセロナ戦では、 それまでのリーグ戦で12試合8失点の剣手を誇っていたリーグ王者から得点を奪った。2010から11シーズンは右サイドハーフとして出場することが多かったが、リーグ戦36試合に出場してチームトップの8得点を挙げた。2011年1月3日のアスレティックビルバオ戦では2得点を奪い、5月8日の スポルティングで基本戦でも1試合に得点を決めている。基本戦の3日後に行われたアスレティックビルバオ戦でも1得点し、このシーズンはアスレティックビルバオから計3得点を挙げた。アトレティコマドリード2011年7月19日、アトレティコマドリードと4年契約を結んだ。フリーエージェントのため遺跡金は発生していない。7月28日、 UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦のストレームスゴトセとイフ戦ファーストレグでデビューし、ホセアントニオレジェスの2得点の両方をアシストした。セカンドレグでは先制点を決めた。8月25日、同大会本戦出場プレイオフのビトーリア、ギマランイス戦ではグループリーグ進出を確実にする2得点を挙げた。9月18日のラシン・サンタンデール戦で、 アルダトゥランのクロスをヘディングしてリーグ戦での初得点を挙げた。気象の激しいレジェスは控えという立場に不満を抱き、アドリアンがレギュラーの地位を確立した。10月30日のレアルサラゴサ戦と11月3日のウディネーゼカルチョ戦では共に2得点し、わずか5日間で計4得点を挙げた。FC ポルト2014年7月、FC ポルト遺跡が決定。 移籍金は1500万ユーロ。2015から16シーズンは、ビジャレアル CF に期限付き移籍した。CA オサスナ2019年7月30日、CA オサスナと契約した。2007年には、U-20 スペイン代表として、FIFAU-20 ワールドカップに出場し、U-20 ヨルダン代表戦で、ハットトリックを達成した。 U-20 アルゼンチン代表のセルヒオ・アグエロに、次後得点を挙げ、大会優秀選手に選ばれた。2011年には UEFAU-21、欧州選手権に出場し、準決勝の U-21 ベラルーシ、代表戦では0-1と劣勢だった、試合終了間際に得点して延長戦に持ち込み、延長戦では逆転弾を決めて、決勝進出に大きく貢献した。 決勝の U-21 スイス代表戦では得点できなかったものの通算後得点で得点王に輝いた。2012年5月26日のセルビアとの親善試合でフル代表デビューを果たし、先制点となる代表初得点も挙げた。ありがとうございます。